DJ 사례동 MC 플레이뷰 시카노 게이 사쿠라 사카 강규 스타쉬 Yo. 아시아の島国へ大陸から見れば神風節の国白筆と丸ため息を殺して待ち割るそれぞれの道の挨拶した顔しかないなら力つける。それしかないから嘘本当見分ける作品の目未まだ分からぬ自分の作品の目見捨てない神は見せた。お疲れ様です。 どうも、はじめましてですね。今朝はもう何度もお会いになられてると思うんですけれども、ちょっと皆様にご紹介していきたいと思います。元警視庁刑事、北柴健さんですね。よろしくお願いいたします。今日はもう表の世界も裏の世界も警察の世界も何でも知ってるっていう北柴さんだと思いますので、ちょっといろいろ深い話、嫌な話も聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずは北柴さんが、まあ、 警察になる前の幼少期からちょっとお話いただいてもよろしいですか。はい、私の祖父というのがいてですね、警察に武術指南をしたんです。だから殴る蹴るをどうやって防止して、どうやってまあ逮捕するかみたいな術を教えて、これ柔術なんですよ。年齢5歳ぐらいから教えてもらってて、祖父の弟子なわけです。祖父というのが 外科医なんで、警察の検視官とか警察とベタベタのお医者さんなんです。それでちっちゃい頃からうちに刑事が出入りするんですよ。今でいうところ人気の捜査一課の殺しの担当のデカがいっぱい来る。5歳ぐらいです。だから頭が出てくれたり貧乏人だったらすぐ分かるんですよ。っていうのはうちの じいさんたちとか、とびまきの人が来てるのと全然違う背広着てる。その頃のもう、ど貧乏ですから、警察の人って言ったら、こう言っちゃ悪いんですけど、隣国の同じ民族の北の方の人の服と同じ服着てる。それにお菓子もらったり、たまにね、あの飲み物もらったりしてた子供だった。ちょっと顔色がくすんだ、 ちょっと違う人が一緒に来るときあるんですよ。それは闇社会だっていうこと。闇社会のお方ってことですか。闇社会の人で、うちに出入りしているじいさん頼ってきたデカさんたちと一緒に来る人が不思議な人たち。闇社会の人。そうすると、恋人だったりして、なんで恋人だよとかって聞くわけですよ、子供が。 嘘だって全然わかるんですけど、嘘だって全然わかるんですけど、そういう子供でした。じゃあもう荒くれ者というか、もう大男たちばかりの中で生まれて育ったっていう感じですか。不思議に何でもあったんですね。周りに。だからまあじいさんの社会って東北大学の医学部なんですが、東京に出てきて死んだんですが、そういう人。じいさんの時代ってね、不思議な時代で、 そういう荒くれの仕事やっていながら、荒らぎと言って斎藤茂吉の歌会に出たりとか。斎藤茂吉っていう人はね、有名な文学者で、まあ歌読みの医者だったんだけど、これが特殊もないこと言うんですよ。じいさんに向かってね、荒らぎ終わったらね、民があると。うちのね、兄貴ってね、私と年が離れてるんだけども、今度医者の学校出たんだ。 金が全然にないんだよ。知っての通りね、うちは山形県の乾村の出身だと。私も銭がないと。それで、あんた悪いけども住まいを建ててくんないか、兄貴のために。じゃあ建てましょう、建てた。そしたら1日だけ置いてまた電話かかってきて、会いたいって言って会ったら、すごい怒られちゃったと。怒られちゃったら何でも聞く遺伝子なんですよ。<笑> それで、ダメじゃないですか。病院と出てくるよって言ったらすごい金ですよ、当時は。診療所でいいかって言ったら、いいよって言ったら、ただし、下男って当時言ってたの、まあ、下働きする男の人、それから看護婦さんって当時言ってた、それの銭も込みで出してよって言われて、うちのじいさん出したんですよ。だから家と診療所と両方出してよ。 というような時代ですよ。で、それだけ儲かったんです、医者が。で、今みたいに北海道の奥の方からね、
対策しなかったらどんどん死者が減るぞって言ってた時代じゃない。でその人が京都の方の国立大学の教授になるっていうような時代じゃないんです。正直で美しい時代なんです。お医者さんがまだ金金でこう目がくらんでない、本当に、ね、人の頃です、はい、そうですね。そんな幼少期からどうして警察、その頃にですね、約束するわけですよ。うちに来てた塩ったれた格好のね、靴もなんかね、もうすぐ壊れるような靴履いてるデカさんたちとね、大きくなったら刑事になるよ、なるよって言っちゃうわけですよ。で親父からはね、病院つけよ、親父内科医なんで、おふくろは小児科医です、期待があるんですよ。ただし裏切るっていうのがもうこの肩の中にあるんですよ、表面はっていうんだけどもね、だって嘘つきですからね、その頃から、そういう幼少期からやったんで、実はもう筋金入りなんですよ、5歳ぐらいから。じゃあもしかしたら刑事の道じゃなくて違う方の道に行ってたかもしれない。違う方に行ったかもしれないですね、スカウトいただいたの何回か。バブルの頃にはね、いい金額提示していただきました。引き抜きですか。引き抜きですね。っていうのは訓練の必要はないと、命令一家すぐにやれると、返事もできるし、何でもできるわけですよ、ボディーガードが。それでまあ車運転してみたいな、おやっさんを盾になるとか、とってもいい待遇からだったんで、一瞬考えたことあるんですよ。金額もやっぱでかいですか。金額はでかいですね。野球選手までいかないですが、当時の私らだと十何年分ぐらいの支度金ですよ。これはいいなと。14、15歳から神田とか東京とか銀座で遊んでたんで、周りの人みんなプロになったんですよ。で私だけアマチュアで警察行ったんですよ。月はずっとありますけど。その人たちはまあ部屋住みやって苦労してどっか預けられてまた帰ってきてみたいなね、兄貴がいて、おじきの面倒見て、おやっさんに忠誠尽くしてやってた古い役さん、今で言えばね、全然古くないんですよ、そういう過程を経ないと人間ってなっていかないんで、そこから先自由なんだけど、結局大きな組織があって、政治があってっていう、この国の体制で天皇がいて、こういうがっちりとしたのがシステムの中で生きなきゃいけない、つまんねえなと思ってたんですよ。これなしに生きる方法があるのかな、だから闇社会以外で生きる方法はないんですよ。で一人で生きればいいんだけど生きられない、自分の身を守る方法としては何かあるのかな、拳銃持てないでしょ、秀吉以来の刀狩りで。ところが刃物って各家庭に調理場行くとあるんですよ。これがあるんだったら日本全国調理場は全部あると、何かあったらそこ駆け込んでブスってやって15年ぐらい刑務所行きゃいいやって思ってたんですよ、それ12歳ぐらい。12歳でどうしようかなと思ってたんですが、金町ってどころか神田まで行くのに50分ぐらいかかるんですが、その間ラグビーなんですよ、毎朝入れなくて辛かったんですが、12歳ぐらいですから、でいろんな意味でダンプの上乗りを中学3年からやるんですよ。ダボシャツ着て腹巻き締めて捨ててこうでこんなことやって、そうすると日当いくらってもらえると。うち帰ってくるとお手伝いさんはいるし、いろんな人いるんですよ。まず風呂入って全部落としてきれいなポロシャツに着替えて、あこんにちは僕はなんて言ってんだけど、ちょっとじゃあ俺はって言ってタバコ吸ってるわけですよ。中3ですからね、タバコお酒必須ですか。もうずっと二重族生活をしてて、なんともないんですよ。というような少年時代でした。お金持ちのお家に生まれてるのに、ね、外ではもう昭和の高度成長期の一生懸命働く、そうです。やからじゃないですけど、男をやってた。まあいろんな人いますけども、苦しいからプロになっちゃう人もいるし、プロが苦しくて日雇い労務者になっちゃう人もいるし、いろいろなんですよ。それはね、おそらく人間の頭の中で決まっちゃう。体は要するに太く短く、刺されて死ぬとか撃たれて死ぬとか逆もありみたいな、これは宗教だろうと思ったんですよ。生き方は全て宗教で、
キリスト教とかイスラム教とか仏教とかないだろうと思っていたのが大正解だという若い時代があった。そんな北芝さんなんですけれども、小さい頃から表と裏の世界を見てきた少年期から、まあ、警察になって、次は国家権力の中で反社会的と戦っていくお話を聞きたいと思いますので、はい、本日はこの辺で終わらせていただいて、次回ですね、はい、あとこちら本、そうですね、すね、麻薬捜査の裏舞台という、夏に出したんですが、はい、これはですね、はい、出版社の意向で出したので、はい、まあ私別のこと考えてて、今また別のものを出してます。じゃあまたその時は、はい、一応こちらの方も概要欄に貼っておきますので、ありがとうございます。皆さんご興味ある方はぜひお読みください。では本日はありがとうございました。さくらたかしギャングスター、命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透、メイキャップ欲望捨てたら揃った好奇心、そう過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だ、サクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、ライブ